もしあなたこっちから行ってもいいか。だから一応こっちだ。だってこっち。やめて。だってこっちやったの説明して、これでそれがこっちやったのなんだもん。こっちでやって。で、いくよ。まず、何分の1のぐらいまでに小を立てればいいですか。十分。あ、そういう意味ね、分かった。意味が分かった。あんた背中伸ばせよ、そんなに。よじらせないで。12×4 は48、その48は6であるんだから、そのままやればいいんだ。 12×4 を割る。それ一つ、まとめちゃう。それ分かるんだろ。だからここで36+27.5で6+。
×9×。次に3つ作ってみます。まず、6+1+1=6+1。右側になります。そう。で、これ、表記なんだけど、式が大事なの。だからこれ4でしょ、4×1 でしょ、これは 4×2 から1を真ん中に1個がダブルなので2を引けばいい、1本な。これは 4×3 引く2を引くわけで、2ということは結局は3引く1のことなんだ、ね、4はどういうことかというと、順番に試験でできたじゃん、これ。いいか、3個の時は 4×3−3−1、 これ真ん中の棒なのかな、縦の棒、縦棒の数しかないもんな。だよ。じゃあ今度5の時は